熱波は、その地域の平均的な気温に比べて著しく、高温な機械が波のように連続して押し寄せてくる現象のことである。世界気象機関の定義では、日中の最高気温が平均最高気温を摂氏5度以上上回る日が5日間以上連続した場合を言う。熱波の定義は地域によって異なる。夏にブロッキング現象が起こると、北半球では、 卓越風が極端に南寄りに、南半球では北寄りに吹き、赤道付近の暖かい風が流れ込むとともに、その地域に高気圧帯ができる。一度ブロッキング現象が起こると同じような天候が長時間継続するため、中緯度地域に暖かい風が次々と入り込み、気温はさらに上がっていく。これらが繰り返し起こることで、暑さが増幅され、やがて熱中症。 熱射病などで人間を死に至らしめるほどの暑さとなる。熱波に特徴的な天候が長期間は安定した晴天である。そのため翌朝までの放射冷却では大気を冷ましきれずに気温が底上げされ気温が日に日に上昇し、熱波の収束前に気温のピークを迎えることが多い。また、雨が少なくなり湿度も下がって乾燥傾向になる。 一般に風も弱くなるため大気汚染物質が浄化、拡散されにくくなり大気汚染の被害、特に光化学スモックによる被害が発生しやすくなる。ただ熱波がピークを過ぎて大気の安定が崩れ、寒気が近づいたりすると高温の影響のために大流活動が活発化し激しい周雨や雷雨による降転が顕著になる傾向がある。 熱波をしのぐため放水を浴びる。人々熱波による影響は高温によるもの、昇雨や乾燥によるものに対別できる。熱波により気温が体温を超えるような高温となることがある。これほどの高温となると熱中症、熱射病、脱水症状などの症状を訴える人が多くなり、死者も発生することがある。多くの建造物や舗装された道路などは気温よりも大幅に温度が高くなる。 また、昇雨や乾燥は高温により、需要が増える、水資源の不足を招き上水道の給水制限や、河川の取水制限、断水、農業用水の不足といった悪影響が出ることも多い。山火事の引き金になることもある。ここでは、特に被害が甚大であったものを挙げる。文中以上とは、その地点として、30年に1回程度以下の稀な値となった場合を指す。 ありがとうございます。